要するに人生は一度きり、日々努力して志を持って生きていくことが成功する人なのです。皆さんこんにちは、大変お世話になってます。今日はですね、人間にはなぜ成功する人としない人がいるんでしょうかということです。成功する人としない人がいる。ある弟子がですね、道元禅師にですねそう聞いたんですね。なんで成功するんですか。そしたら、道元禅師は、成功する人は努力する、成功しない人は努力しない、その差だと言ったんです。じゃあこの努力する人としない人がいるのはどうしてでしょうかって聞いたわけです。そうすると、努力する人間には志がある、努力しない人間には志がない、その差だということを言いました。そうすると、志がある人とない人がどうしているんでしょうかっていう質問をしました。そうするとですね、志のある人は人間は必ず死ぬということを知っている、ね、志のない人は人間は必ず死ぬということを本当の意味で知らないということを言っています。そういうことは人間ね、要するに人生は一度きり、日々努力して志を持って生きていくことが成功する人なのですということで、思います。皆さんもどうでしょうか。今日死んでも悔いのない人生を送る、そういうやっぱりことがやっぱり成功者の基本ではないかなというふうに思います。スティーブ・ジョブズさんも必ずね、言う言葉は、今日が最後の日と思って行動しろということを言っています。ですから、そういうふうに思うことがやっぱり重要なのかなというふうに思います。はい、それではもう一ついきたいと思います。継続、成功している人は継続性があります。負けてばかりの人は継続性がありません。ちょっと実践し、結果が出ないと、こんな時間の無駄だとすぐ諦めてしまいます。結果を出すために同じことを続けていることが、有意義です。トーマ、グループも、この YouTube も200号を超えて、おります。それから、明るく元気前向き通信も約235号20年間で続けさせていただいて、おります。それから社員へ毎日送っている明るく元気前向きなメルマガも約、15年、ね、2947号約3000号ですね、社員に毎日のように送っている。それから理念と経営の勉強会も 毎週、ね、やって約700回やっている。それがすぐに効果は出ないけれども、ね、ボクシングで言えばボディーブロー、ね、のように徐々に効果が出てくることではないかなというふうに思います。トーマは決めたことを継続してやり続けていることが成功している、ね、原因だし、これからも継続してやっていくことが我々の使命だと思いますし、それが、ね、我々を、ね、成長させ、世の中に役立つ我々になるのかなというふうに思っております。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには、次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですから、そういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。